ナルさんが帰ってきた。アンジのリターン。はい。今日も宜野湾ヒルズ通り、FM 宜野湾のオープンスタジオから全世界に向けて生放送中でございます。そうですね。はい。はい。ちょっと生放送中だって、はい。生放送ですね。はい。はい。BGM がちょっと大きかった？大きかった。はい。ごめんなさい。ちょっとボリュームこれ上げてもらってもいいですかね。はい、はい、本日は2017年、はい、平成29年ですね、はい、日本のオリジナルカレンダー2677年、はい、後期2677年の8月の10日、はい、77年っていうのは変わらんね。もう当たり前だけど、まあまあまあね。だって平成29年が変わらないんだもん。なんか毎年ずっと毎年は毎回こうカレンダーが去年は76年でしたよ。劇的に変わってるこう雰囲気があるんだけど、よく聞いたら変わってないね、はい、もう当たり前です。すいません。今年はそのまま77年のままでございます。はい、未来さん、はい、旧暦で申しますとね、はい、6月の19日ですね、今日はね。19日、はい、はい、そして、うん、アンジのリターンは96回目。ああ、あと来月の8年ぐらいが100回目。100回前まで続くかな、わかんないですけどね。100回を待たずして終わったりして。いや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 、大丈夫かな。続けますよ。まあ、本当にお願いしないといけないんですけど、はい、ハリセンボンさん、はい、ギャーパチ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 、今日は30分前から待ってたぜ。なんかね、先にメッセージがあったハリセンボンさんから届いてまして、うんうん、ちょっと読みますか。いいです、どうぞ。いいですか。はい、はい、あら、ハリセンボンさん、メッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、来週ん、じゃないや、今日は30分前から番組待機中だで、ブイッということで、来週沖縄行くよ。あ、そうですか。絶対番組乱入しようと思っていたので、うんうんうん、どうぞと思っただが、しかし来週は絶対乱入した方がいいと思うんだけど、月曜便で行って木曜便で帰る。木曜日何時で帰るんですかね。木曜も夜中ぐらいで帰っていただけると、ね、結構8時からね、はい、9時の間、いつも通りのエンダーとシーメンズクラブと今回は営業再開したピザハウスで食べまくって帰ることにすると。行ったことないですね。ピザハウス、昔あった炎の晩餐あるかなって一人ごとでしたということ。全然行ったことないですね。で、追伸、はい、ツイキャス途切れることがありますよね。そのためにきっと触れてはいけない言ってはいけないことを言っているんだなとワクワクしているの。とんでもございませんよ。そうですね、生放送でございます、ね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、番組ではメッセージも募集しております、はい、メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com、はい、797ね、うん、ナンクルナイサーアットマーク、FM ギノワン .com、はい、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。はい、よろしくお願いします。そして、サイマルラジオという、ね、うん、やつがございまして、はい、インターネットでラジオが聞けますので、そうですね、FM ギノワンのぜひ聞いてくださいね。ね、はい、やっぱラジオ、ね、はい、もいいですよ。FM ギノワンのホームページから見たり聞いたりしてください。そうですね、ツイッターも連動しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、くまモンさん、こんばんは。はい、こんばんは。この番組は沖縄の今を憂い、はい、この島の誠の未来を開かんとする熱き情熱のスポンサーの方のお力添えでお送りいたします。はい、ありがとうございます。お昼って、ハリさん、お昼というのは何、あれ、お昼に帰るってこと。ああ、そっか。来週はビッグなゲストがいらっしゃるよ、ね、来週はちょっとね、もう言ってみるもんだなというゲストが来ますね。いや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 、頑張りましたよ。はい、はい、改めましてこんばんは、はい、メインパーソナリティの奈良さんです。はい、こんばんは、未来さんです。はい、今日も盛りだくさんで。そうです ね、もうちょっと世の中はね、これどう大変なことになりましたよ。もう言った通りで、別に私が言った通りという意味じゃないけど、もうね、4月からいろいろ言ってますけれども、はいはい、とうとうというか ね、あとはもうなんか、トランプ大統領のゴーサイン、ゴー指令っていうの、ゴーサインっていうの、うん、まあ、だけみたいですね。時期に来ておりますね、はいはい、とりあえず CM からいきましょうかね。はい、ね、はいはい、お願いします。あ、うん、今日のスポンサーの話は言ってない、うん、この番組は。あ、今言いました。今言った。あ、今言いました。あつきスポンサー、はいはい、本当、今未来さん全然聞こえてない。今言いましたよ、はい、はい、よろしくお願いいたします。ー CM ね。このスポンサーを言った後に、スポンサーを言った後にメールを。ああ、そういうこと。頑張りきた。頑張りきた。台風来たら滞在延長ですけどね。ああ。そうですね。これから行きますね。
真裏、真後ろです、真後ろ。はい、はい、はい、そうそう、はい、いきますよ。はい。はい。居酒屋快速線って言ってましたけどもね、はい、さあ、今日のですね、はい、NHK の7時のニュース、うん、7時のニュースで、はい、ドア玉、ドア玉、ドア玉、最初の、ああドア一番最初、ね、一番最初に、はいはい、やっぱり北朝鮮のミサイルの話がございました、うん、はい、日本上空通過もということですね、うんうん、グアムに4発発射計画、はい、北朝鮮、ね、はい、はい、これ時事通信ですね、ソウルのね、はい、時事通信なんですけれども、うん、10日のこの朝鮮中央通信によりますと、はい、北朝鮮軍のこれ金楽健さん、楽健さん、はい、はい、向こうの名前だとキム・ラッキョムさん、ラッキョムさん、ラクキョムさんって言いますね、なんかキッチョムさんみたいな、ね、キッチョムさんって知らないよね、いやいやいや、はい、いや、戦略軍事司令官が、はいはい、中距離弾道ミサイル火星12号を、はい、なんと4発、はい、同時に、はい、グアム島周辺に向けて発射する計画を検討していると表明いたしました、はい、で計画ではですね、うん、これも具体的に、はい、島根、広島、はいはい、高知の 各県の上空、はい、島根県、広島県、高知県の上空を通過して、はいはい、グアム島周辺、はい、30キロから40キロの水域に着弾することになると述べたということなんですよ、はいはい、これ、ね、島根、広島、高知の人は気が気じゃないですよね、うん、こうやって北朝鮮分かんないからね、急に角度を変えてこう落ちてくる可能性もまあ、ゼロじゃないし、ね、はい、しかしこの、ね、3県の人たちはちょっと気が気じゃないですよね、はい、もう本当に具体的ですよ、はい、飛行距離は3356キロから7キロ 56.7 キロ、あ、 56.7 キロ、ごめんなさい、3356.7キロ、これ細かいですね、細かい ね、はい、飛行時間は、はい、細かいよ1065秒、まあこれ言うのが何とでも言えるからね、これ括弧17分45秒って書いてますね、最初から重要想定ねを想定、はい、8月中旬までに作戦計画を最終完成させ、うん、最終完成ね、はい、完成させた後、はい、後に、うん、核戦力の総司令官である、はい、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長に報告し、はい、発射待機体制で命令を待つことになるという、うん、ね、8月中旬までに、もうそろそろですよね、うん、もうあっという間ですね、はい、具体的な作戦計画を、うん、具体的すぎますね、はい、公表することで、はい、アメリカや日本を強く牽制する狙いがあると見られるというのが NHK の今日の7時のニュース、最初のニュースでしたね。しかしもアメリカも B1 ですか、爆撃機を準備して、うん、はい、もう完全に攻撃準備に入ってますよね、まあ、今も口喧嘩状態なんですけども、はいはい、これがね、はい、アクションがいつ起こるかということなんですけれども、はいはい、グアム島っていう場所はですね、はい、実は地球儀を見れば分かるんですけれども、はい、小笠原に近いんですよ、はい、あっちの方ね、結局だから日本領土に非常に近いところを狙われてるっていうことをちゃんとしとかないと、まあ、日本はもう舐められまくってますからね、あのね、はい、未来さん不思議なことにね、はい、この NHK のニュースの後、はい、また国会でね、はい、稲田さんのね、なんか話してましたよ、うん、もうこんな話じゃないんですよ、もうまあちょっとね、放送では言いたくないけどバカですね、このミサイル の、はい、あの今の、うん、話は、はい、今日の朝あったんですよ、うん、はい、朝の7時半、はい、配信が、はいはい、時事通信、うん、今日の国会でこれ、うん、取り上げてないんでしょ、そうなんですよね、だから日本という、まあ、それは取り上げてないのか取り上げてる分をあのマスコミは流さないのか分かりませんけど、うん、まあもうあの日本はねある意味でアウトですか、これはねマスコミが流さないです、はい、うん、はい、あの意識してね、うん、これの後ろの夕刊富士、うん、はい、昨日のなんですけれども、はい、これスクープが、うん、ありますね、夕刊富士でね、はい、米軍、準備完了、はい、北朝鮮の攻撃9月危機、はい、説得工作失敗の中国、うん、で米軍は、米国は、はい、スパイ狩りで妨害という見出しがございましたよ、はい、うん、これ読まないんですか、読みましょうか、これね、はいはい、安倍晋三首相が立ち上げた改造内閣について、はい、有事対応内閣、有事ね、有事対応内閣という見方があると、はい、
北朝鮮による相次ぐ ICBM、うん、大陸間弾道ミサイル発射を受け、はい、トランプ、アメリカ政権の雰囲気が、うん、米政権の、ねうん、雰囲気が完全に変わったのだ、うん、変わった、うんはい、米軍主導で国連安保理は、はい、北朝鮮への新たな制裁決議を全会一致で採択した、はい、アメリカ海軍は、うんはい、今月中旬、はい、原子力空母2隻を北朝鮮、はい、朝鮮半島ね、朝鮮半島近海に、はい展開させます、はい、米軍関係者が明かす9月危機と、うん安倍首相小野寺防衛大臣の覚悟とはという、はいはいはい、これリポートが出てるんですよね、うんはい、ジャーナリストの方の、はいはい、あのねアメリカの政権はですね、うんはい、安倍首相を信頼していると、はい、内閣改造で小野寺さん、はい、小野寺康則さんね、はい、防衛大臣に再登板、うん、元防衛大臣でしたからね、はい、もう一度ですよね再登板したことは、ねはい、アメリカにとっては朗報だと、うんうん、小野寺氏は民主党政権でボロボロに傷ついた日米同盟の修復に尽くした人だ、はい、人物ねしかしと言ってますけれども、はいはい在京の米軍情報当局関係者はこう語る、はい、これが先ほどと関連しています、うんはい、いつまで野党やマスコミは安倍叩きをやっているのか、うんはい、日本は戦後最大の危機に直面している、はい最大の危機ですよ、うん そうですね、それが分からないのかと吐き捨てた、はいね、驚かないでいただきたい、はい、アメリカは7月の末、はいね、あの次の、うん、驚愕情報が流れて、はいはい、驚きの情報ね驚愕情報が流れて、はい各国政府が緊張していると、うん、それは、うん何かと言いますと、はい、トランプ大統領は7月末ね、うんはい、ついに北朝鮮への軍事行動、うん先制攻撃を決断した、はい、X デーは早くて9月、うん、米国は作戦行動に入った、うん、ご存知のように、はい北朝鮮は7月の28日の夜、うん、夜発射してましたあの時ね、はい、11時頃ね、はい、ICBM を発射した、はい、高い角度で打ち上げる、ロフテッド軌道で発射され、うん、通常軌道の場合は、はい射程が9000キロから1万キロに達し、はいアメリカの西海岸を射程に収めるものだったと、うん、米国国防総省筋が言っております、はい中国による北朝鮮説得工作が失敗、うん、アメリカの情報当局は追い詰められた金正恩、うんはい朝鮮労働党委員長が、はい、日米韓3カ国でテロの極秘命令を出す危険がある、うん、テロの極秘命令を出す危険があると見ている、うんはいはい第二次朝鮮戦争勃発の危機だ、うんはい、情報の詳細は以下のようなものだということで、はいはい今回、米韓合同軍事演習、はいまあ、前から決まってましたけれども、ってましたねうん、ウルチフリーダムガーデンという、ねはい、ウルチという場所でね、はい、演習が22日から、うん、今月の22日から朝鮮半島沖で行われますけれども、うんはい、それにアメリカ軍が2万5000人、はい、韓国軍が5万人が参加します、はい、そして、うん、原子力空母ロナルド・レーガンと、カール・ビンソンなど、うん世界最強の空母打撃軍が派遣され、はい、作戦計画501号、はい、これは、うん、括弧で金正恩独裁体制殲滅という、はい 訓練が、はい、こう殲滅という、うん、こうお題があるんですね、これちゃんとね、はい、作戦計画の、はいはい、その訓練を行うということなんですよ、はい、そして北朝鮮は、北朝鮮の建国記念の9月の9日、うんはいその前後に6回目の核実験か、うん、あるいは ICBM の再発射を強行する、うんはい、軍と人民は飢えと虐待で暴動寸前だ、うんね、あの北朝鮮もあれがないって言ってましたよね、うん、食べ物が ねもうないでしょうね、はい、干ばつでね、はいはい正恩氏は米軍に怯え、うん、酒と薬に溺れている、うん、こういう情報が入ってるんですかねアメリカにはねあるんじゃないですか ね, ね, ね、はいスパイいっぱいいますからね、はい、トランプ氏は正恩氏を野放しにできない野放しね、はい、野放しにできないと判断した、はい、X デー当日、うん、米軍は数百発の巡航ミサイルなどで軍事施設を徹底的に破壊する、はい、反撃すらさせない、はい、特殊部隊が突入し、はい、正恩氏を排除する、はい、具体的ですね随分ね、うん、まあねもうやるときはやるでしょう、うんはい外事警察関係者は、はい否定できない、うん、米国の言動のすべてが9月危機を示唆していると言い続けたと、
と言い続けた。あ、続けた。次ですよ。次ね。はい。はい、共和党の、はい、アメリカの、ね、共和党の重鎮、重鎮、はい、グラム上院議員が1日、はい、トランプ氏がこのままなら北朝鮮と戦争になると語ったと明らかにした。はい。アメリカの国務省は、はい、その翌日ね、2日、9月1日から、はい、アメリカ国民の北朝鮮への渡航禁止を決定、はいはい、8月中に北朝鮮から撤去せよ、退去せよと呼びかけた、はいはい、アメリカの在日米軍は、はい、最近、はい、韓国から避難してくる在韓米軍家族の収容施設の設置作業に入ったと、はい、具体的にやってるんですね、はいはい、で安倍総理大臣は7月の31日、うんうん、はい、トランプ氏と電話で首脳会談を行い、はい、北朝鮮の ICBM 発射強行を受けたものでありまして、はい、その時に両首脳はなんと52分間も話し合ったということで、はい、うん、今は対話ではなく圧力で一致したということなんですね、はい、でその時にね、はい、トランプ氏から X デーの話が出なかったのかというお話を官邸関係者にぶつけたら、帰ってきた言葉がノーコメントだったということなんですよ、はい、で水面下ではすでに信じられないバトルが始まっている、はい、以下、はい、複数の米軍、はい、米アメリカ情報局関係者から入手した情報だ、はい、これはねちょっと大事ですよ、はい、アメリカの工作員が、うん、正恩氏の側近数人に接触し、うん、はい、国と人民を救うために正恩氏を倒せと口説いているという情報が漏れてしまいました、はいはい、そして北朝鮮の工作員が現在、はい、その、ね、裏切り者を特定しようと必死で動いていると、うん、そして、ね、脱北者中心で組織されたアメリカ側の情報協力者や工作員が北朝鮮側に捕まり処刑されている、はい、うん、アメリカの軍事作戦を阻止したい、うん、はい、中国韓国関係者がリストを渡したようなのです。渡したようだと、うん、アメリカは激怒している、はい、うん、そして、うん、中国によるアメリカへの妨害工作も目立つという情報はこう続くと、はい、うん、はい、あのね、うん、これも大変ですよ。中国は、うん、中国と北朝鮮、うん、はい、国境に近い、はいはい、遼寧、吉林、はい、うん、両省で、はい、遼寧省、吉林省で、はい、7月の1日から入国審査を厳格化した、うん、厳しくした、はいはい、日本やアメリカの国籍を持った二重国籍の中国人や朝鮮人を狙っているようだ、はい、要はアメリカの協力者、うん、スパイ狩りだ、うん、うん、はい、日本も同じだ、公安関係者がこう警告する、うん、これが今日本で行われていることです、うん、はいはい、中国、うん、はい、朝鮮の工作員や協力者らの動きが活発している、はい、安倍政権潰しで動いているようだ、はい、一部マスコミや国会議員らの動きも怪しい、はいはい、安倍政権を潰せば日米同盟が弱体化すると、はい、ね、アメリカは動けなくなると見ている、はい、巨額の工作資金が用意されたという情報もある、ね、今目の前に国家的危機が迫っている、うん、この危機の克服に全力を傾けるべきだ、うん、はい、平和ボケを続けている場合ではないということですね、うん、結局今ずっと沖縄でもオスプレイの云々がありますけれども、はい、これ全て安倍政権潰し、うん、日米のこう何ですか、うん、まあそうでしょうね、はい、なんとか作戦ですね、うん、これね、はい、うん、まあでもあれでしょう、もうこの、まあ、何年間というかずっとここ10年までなら2009年ぐらいからですけど、うん、具体的ないろんなことが始まってというか始まってるのはもともともっと長いこと始まってましたけど、はいはい、水面下から上がってきて、うん、でもう行き着くところまで来たんですよ ね、 そうですよね、日本が、まあ、何もしなかったというか、うん、マスコミもそうだし、まあ、政権もある意味で政権もちょこちょこやってきましたけどね、うん、安全保障も、うん、条約のいろんなことをやってきましたけど、ただやっぱり自分の国は、僕らほらいつも番組で言ってる自分の国は自分で守るというこの第一歩がやっぱり具体的にね、記されてないというか、残念ですよね、残念ですよね。だから先週も言ったかもしれないけど、本当に
これもし戦争になったら100万人単位の死者が出るという概算もあるので、はい、うん、実際これ日本もね、日本の中にもある程度の死者が出るというあれもあるので、だからそこに関してはもう覚悟をするしかないでしょうね。そうですね、特に日本国民は、うんうんうん、と思います、はい。今日熊本県さん、いっぱいメッセージくれて、テレビのニュース見てないけど嬉しいです、はい、NHK のね一番でね、はい、北朝鮮のニュース流れてますよ、ね、自己責任、ハリセンボンさん自己総理自己責任とか、ね、まあ、グアムはやめた方がいいでしょうね今回はね。そうですね、うん、からあ、お盆の休み、お盆休みだ明日から。そうそうそう、今度は本当休みなんですけど ね、 でもでね、休みとか言ってる場合じゃな ないですよ今回は、うん、そうなんですよね、はい、ハリセンボンさんパックスリーこれ9月待たないでっていうこともありえますかね、はい、と僕はそう思います、ね、9月待たないと思います。あ、そうですか。だから9月って言っといて、いよいよですね、もっと早くやる、まあ、あの、はい、言いませんからね、まずね、はい、言いません、行きましょうと、はいはいね、言いませんから、ね、だからもっと 早いと思います、今月中だと思いますけどね、はい、うん、そうですか、はい、はい、未来さんの見立てでは今月中に、はい、まあ、X デーということですね。と思いますけど。はい。では、本日のコーナー行きましょうかね。はい、コーナーもうあの、なんでコーナーミュージックかけるの、ごめんなさい、いいですよ。そのまま行きましょう。はい、はい、どうぞ、はい、今週の八重山日報沖縄本島版でございますね。はい、今週はね、まあ、先週言えなかったこともあったんですが、はい、もうこれも置いときまして、はい、今週は言わなきゃいけない8月4日金曜日の4日金曜日、はい、第6面、6面、これは言わなきゃいけないでしょう、うん、未来さん、はい、言ってください、どんどん、ね、はい、これ大事ですよ、非常に、ね、はい、うん、反対派へ傷害罪で起訴されました、はいはい、これは与田啓司さん、うんうん、はい、ね、検問表面化のきっかけに、うん、はい、これ北部訓練所の、ね、うん、はい、ヘリパッド工事施設工事をめぐって、はい、去年の9月に反対派とのトラブルで怪我を負わせたとして、はい、那覇地裁は被害者の会社役員、さすが山日報ちゃんと書いてますよ、与田啓司被告、はい、と書いてありますね、はい、を傷害罪で起訴した、はい、反対派が工事関係者の通行を妨害するため、うん、現場周辺の行動で実施していた検問、はい、検問やってたんですよね、反対派がね、検問がトラブルの、うん、はい、発端、はい、うん、事件は地域外から来た反対派の抗議活動が、はい、そうそう、地元じゃないんですこの人たちね、そうですよね、うん、はい、住民生活に悪影響を与えている実態が表面化するきっかけとなったと、はいはい、この事件をきっかけにね、うん、はい、与田被告は反対派の違法な活動が原因となった事件で、はい、僕はむしろ被害者、うん、正当防衛であり、はい、起訴は納得できないとほとんど戦うと話しております、はいはい、起訴状によりますと、はい、与田被告は経営する民宿の宿泊客を連れ、うん、移設工事の現場近くを車で通行使用した際に、うん、はい、検問を実施していた反対派の男女と遭遇、はい、車を停止させられたため、はい、揉み合いになり、うん、男女に頸部打撲と顔面殴打で、うん、それぞれ全治3日間の怪我を負わせたと、うん、はい、反対派が警察に被害届を出し、うん、はい、与田被告が書類送検されたということなんですね、はいはい、県氏が東村民を名乗る男が市民を殴ったなどと報道し騒ぎが拡大した。県氏というのは沖縄タイムズ、琉球新報が東村民を、嘘の記事でしょうね、名乗る男が市民を殴ったなどと報道し、名乗るじゃなくて市民なんですか、そうなんですよね、さすがですね、あの新聞ね、与田被告は事件を契機に SNS などで反対派の違法行為を指摘する活動を開始、今年6月には名護市民の金葉雅子さんらとスイスジュネーブでシンポジウムを開いた、はい、二度さん完全にこれでスイッチ入りましたよ、もうね、ただこれはそのほら 3日間の怪我とか言ったらこれも完全に向こうの手口で、手口です、そうなんですよ、もう当たり屋みたいなもんですからね、はい、完全だね、だからね、未来さん、私も以前、はい、小山ゲートとかの反対派の人たちの撮影とかね、はいはい、したことがあるんですけれども、はいはい、カメラを右手に持って左手はね、はい、後ろに隠してました、はい、何を持ってるんですか、左手は後ろに持ってって、はい、カメラは右手で持って、はいはい、手を前に出さないんですよ、はいはい、その反対の人たちに映してると、うん、はい、触った殴ったと言われるので僕は手はもう前には絶対出さなかったですね、はいはいはい、向こうから殴られてきても、はいはい、自分からは手を出さないっていう感覚、はい、あれで、うん、はい、カメラを回してました、はい、やっぱりね、言いがかりをしてきて、まあ、ヤクザより、ヤクザより方は失礼ですけど始末悪いですね、待ってるんですよ、はい、まああいう連中手を出すの、はい、僕もちょっとだけ経験ありますけど、始末、あ、そうですか、まあね、話はできません、
話が通じないです、はい、そうなんですよね、はい、さあ、はい、そして次です、ね、ユーザーさん頑張ってくださいね、はい、応援してますよ、ね、一回この番組に来てくださいね、ね、やりましょう、今度はユーザーさんが起こるだ、第2弾、はい、ね、ユーザーさん、はいはい、今度は8月の7日の月曜日、7日、はい、はい、与那国島の村長選挙がございまして、はい、町長選挙、ごめんなさい、町長選挙がございまして、はいはいはい、現職の穂鎌さんが4期目ですね、はい、これがその糸数さんという対抗の方に28票差の僅差という、はいはい、これ何票なの、609票と581票と向こうが58、向こう票がもしあれだったら逆転してませんか、すごいね、これって現職っていうのは保守なんでしょ、そうです、あで、うん、新人も保守なんですよ、うん、保守同士、両方保守なんですか、はい、革新で絶対負けるので、あ、まあそれはそうでしょうね、200人の自衛隊の方々がいらっしゃいますので、うん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 、保守の糸数さんという方が両立してですね、はいはい、それで、はい、なんと糸数さん自衛隊さんの票を結構取ったみたいですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、いろいろ稲国もありますね、いや、どっちがなってもそんなに大差はなかった、まあまあ保守ですからね、両方とも自衛隊は歓迎でございますので、はいはい、これが月曜日の第一面でございます、そして、はいはい、その隣ね、首相、はいはい、安倍総理大臣、はい、防衛大綱見直し表明、はい、ミサイル南西諸島防衛で、これはもう当たり前ですね、そりゃそうでしょ、うん、防衛大綱見直し、これはもう読まないです、はい、はいはい、見直しをしました小野寺さんですね、はい、もうね、小野寺さんになってからまた変わりましたね、そうですね、はい、そして、はい、これはね大事ですよ、第2面2面同じ日のですか、同じ日の第2面、はい、オスプレイが軍艦に接触か、うん、軍艦に接触、今ね、あの例のオーストラリアのオスプレイは墜落っていうふうに報道されてますけれども、はい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 、実はこれはです、最初はですね、はい、沖縄のマスコミも最初の頃は揚陸艦に近づいた際に甲板に接触し事故になったと、うんうんうん、これ着陸失敗したっていう、あ、まあ、そういうことね、練習ですから、訓練ですからね、揚陸艦に近づいた際に、うん、はい、甲板に接触して事故になったと、うん、はい、だから墜落じゃないんですけれども、うん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 、なぜか今墜落になってるんですよ ね、はい、まあ、言葉は使い放題ですからね、はい、うん、名護で墜落って、うん、ね、あれもあれは、まあ、不時着、そうそう、不時着でしたよね、はい、墜落じゃないですよ、うん、はい、だからすごいマスコミの情報操作がありますよ ね、はい、すね、はい、私もこの時期にね、面白いよね、沖縄って本当にこう、沖縄の所得のオスプレイですけど、はい、こういう時期に必ずなんかありますよね、グッドタイミングというか、はい、バッドタイミングというんですか、はい、そうですね、ありますね、なんか誰かが本当に仕掛けてるんじゃないかと思いたくなるような、はい、これ多いですね、はい、でその日の第6面に、はい、またか不安つのオーストラリアのオスプレイ事故に県民、あ、まあ、これ共同通信ですけれどもね、またか、うん、もう、はい、ここ出てくる人は大勢の自治会長さんとか、はいはい、レギュラーみたいな人が出てますけれども、はいはいね、はい、市民グループの方々とかね、はい、やっぱりね、はい、まあ、出てくるお名前は大体、うん、一緒ですね、はい、はい、そうですね、はい、でまあ、両論兵器で、はい、またが不安募るも八重山日報では、ね、はい、載せてますからね、あります、そして、はい、そのお隣の斜めに岡間市、予想外の、これは何て読むの、歓喜のガッツポーズ、うん、はい、ね、その隣、はい、解説が載ってます、解説中原城誠、はい、編集長の、はい、解説左側、左側、はい、はい、岡間市歓喜のガッツポーズの左側にね、はいはい、予想外、はい、ね、うんうん、これは辛いとかつてが出る、なんて読むのこれ、ちょっと待って、どこに書いてあるの、これ、これ予想外の、うん、これ左、左、一番左、予想外の新章でしょ、新章、一番左ね、辛く勝つ、そうそう、ということは何、辛うして買ったってことですか、そうです、そうです、へ、はい、これもね、うん、編集長が、はい、解説してますね、はい、これは長いので聞いてみましょう、はい、そうですね、はい、前回次回 ね、うん、ね、はい、聞いてみたいと思いますね、うん、はい、はい、これは何でしたっけ、7日か、うん、7日はこれで終了いたしまして、はい、時間あるまだありますね、まだ今29分ですね、はい、8月の8日、うん、8日、うん、火曜日の第一面にですね、はい、漁船領海侵入の防止要求ということで、うん、尖閣周辺に
政府が中国に要求したということなんですけれども、はいはい、これはですね、はい、石垣市の尖閣諸島周辺に、うん、去年の8月の中国の休漁明け、漁休みですね、休みの明けですね、漁、うん、ね、はい、休み明けに、はい、なんと200隻から300隻の中国漁船が押し寄せ、はい、漁船の一部と、はい、多数の公船が領海侵入した事案を受け、日本政府が中国に対し同様の事態を再発させないように、はい、今週以降たびたび申し入れてたことが分かったと、はい、申し入れているということですね、はい、これは確信犯です ね、 ね、はい、今年はですね、はい、給料日これ休みね、寮が休み なのは8月の16日まで、16日ね、はい、はい、それ以降またドワーンと 2,300 席が現れる可能性がございますので、はいはいはい、ね、これもちゃんと報道してほしいですよね。そうですね、もうだから、ね、海上自衛隊の人頑張ってますからね。そうですよね、あと海保ね、はい、海保の方々頑張ってますよね、はいはい、あ、ごめんなさい、海上保安庁だ、はい、自衛隊でも失礼しました。これが1名に乗っておりました、はいはい、そして、はい、大事ですよ、第6面、はい、大事ですよ。これは皆さん読める、ね、これ本数で飛行中止、本音のコラム、本音のコラム、あ、こっちね、はいはい、本音のコラム行きましょうよ、本音のコラム、うん、これも中原氏の編集長のコラムですね。本音のコラム6ですね、はい、欠陥機レッテルと魔女狩り、うん、オスプレイ反対運動のメイモーというふうに書いてますね。メイモー、うんうん、米軍の新型輸送機オスプレイがオーストラリアで着艦訓練中に墜落した事故をめぐり、尾長武知事は7日、報道陣に起こるべきして起きたとんでもない飛行機、とんでもない飛行機だと、うん、と言い放った、はい、基地反対派からは事故直後からオスプレイは欠陥機という大合唱が沸き起こっている、はい、県政と基地反対派が一体となった印象操作のオンパレード、うん、印象操作ね、はい、反対派がオスプレイのレッテル張りに躍起になっている姿は、うん、中世の魔女狩りの名門とも重なる。なるほど。オスプレイは、うん、滑走路なしで離陸できるヘリと高速で広範囲の移動ができる固定翼機のいいとこ取りで開発された航空機だ、うんうん、航続距離スピードともに従来のヘリを大きく上回ると、うんうん、離島の救急患者ですね、救急輸送は一刻を争うが、日本最先端の与那国島の住民与那原茂さんは、はい、与那国島と沖縄本島を往復する能力がある、こんな便利な航空機はないと、はい、離島にオスプレイを導入するメリットを強調する、はい、確か小笠原も、ね、そうですよ ね、 てね、現行のヘリは将来すべて オスプレイのような機種に置き換わる可能性もあるが、反対派はそれも沖縄の空にオスプレイは飛ばさないと叫び続けるのか、うん、沖縄では開発段階で事故が多発したことを理由に欠陥機と批判する声が大きいが、はい、反対派の真の狙いが別にあることが問題だ。そうですね、昨年12月の県議会では県民に被害が出なかったオスプレイの不時着事故が一気に米海兵隊の撤退を求める決議にまで発展した。不思議です ね、 ね、海兵隊の運用する機材に欠陥機の烙印を押すことで、うん、海兵隊そのものを追放を図りたいという戦略が透けて見える。見えます。欠陥機オスプレイの墜落というストーリーと、うん、海兵隊の撤退という結論が先にありきなのだ、うん、そうでしょうね。その通りです。その意味では反対派が心の底の底で本当にオスプレイの安全性を懸念しているかどうかも怪しい、うん、与那国島の別の男性は、米軍は兵士の命を大事にする、はい、欠陥機に兵士を乗せることはありえないと話すが、それが常識的な妥当な解釈だろうと、うん、そうでしょうね、はい、ただ日本政府の飛行自粛要請に応じない米軍の対応も説明責任の放棄と言わざるを得ない、はい、事実とデマの境目は実は危うい、うん、事実認定の条件が説明責任を果たしていることをどうアピールするかという技術論の問題であることも多く、その点で米軍の対応をいただけないと、はい、まあそうですね、着艦練習の時に、うん、はい、失敗したと、うん、要するに技術的なものですよみたいな ね、 そうですね、説明をちゃんと、ね、はいはい、やれば一番やっぱり難しいでしょ、あのいわゆる、ね、飛び立つ時とそれから降りる時の、はい、あのなんていう回転翼がうそうですよ、ね、変わるじゃないですか、はいはい、角度というか形が、うんうん、だからあれがすごい一番難しいんじゃないですかね、でしょうね、と思いますね、はい、でこの、はい、同じページね、8月8日の、はいはい、
右下の方、米軍幹部運用上必要、うん、オスプレイ防衛大臣に説明したということなんですよね。はい、そうですね。まあ必要ですからね。これは絶対必要でしょ。ね、うん、だって今までそうものすごくその急、さっきの救急搬送も含めてあのフィリピンの台風時の時もそうでしたし、はいはいはい、まあ、日本でも、まあ、もちろんこれからそうなるでしょうけど、うん、ね、オスプレイ の、 そのもちろんメリットデメリット両方ありますけど、はい、やっぱりメリットもちゃんと見ないといけない、ね、そうですよね、はい、メリットの方が上回ると思います、ね、はい、上回ると思います。ちなみにですね、未来さん、はい、ハリアーが墜落したの、はい、覚えてますか。あ、はい、あれ何も去年ね、ハリアーが墜落して、はい、これはあの、はい、捜査ミス、うん、という報告が、うん、今年の7月の22日に出たんですか。はい、あのタイムス、はい、フラタイムスのニュースに載ってるんですよ。はいはい、ハリアーに関しては何も言わないですね。何も言わないですよね。まあ、オスプレイがもうそのあれですからね、目なんていうの、照準というか 狙ってますから。なるほどね。ハリアーの方が事故率は高いんですよね、うん、高いですよ。オスプレイ事故率一番少ない。しかも、うん、ハリアーは戦闘機じゃないですか、はい、オスプレイ輸送機ですよ、ね、はいはい、だから面白いんです、ね、だからそこにさっきの反対派の目論見、はい、オスプレイイコール欠陥機、まあ、なんて未亡人製造機とかなんか言ったか言わないかね、わからないその発言も飛び出してるし、まあ、尾中さんとかも特にそういう、まあ、そんな中で結局小笠原はオスプレイを導入してくださいと自衛隊にね、お願いしていますし、おそらくオスプレイ岩国とか本土でも結構あれでしょう、訓練するでしょう。佐賀もそうでした。佐賀でしたかね、なんか受け入れるってことですよね。沖縄だけが飛んだらダメみたいな感じ。まあでも、まあ沖縄で反対してるのはそういう人たちばっかしですから。そうですよね。もちろんね、どんなあれを使ってもあの危険性は全くゼロにならないですからね、はいはい、これはもうここに関しては、うん、なぜかオスプレイだけね、うん、これはね、するんですよね、はい、本当反対派の目論みです、はい、さあ、あっという間に30、40分近くになりますから、ちょっとあのあれしましょうかね、はい、一曲、はい、この曲はね、未来さん、はい、救急救命24時という番組の主題歌だったんですけれども、はい、だったんですね、はいはい、東日本大震災とか熊本の震災の時にもこの曲がかけられてる、はいはい、他このグループはすごい、はい、あの元気が出るので聴いたりするんです、たまに。あ、そうなんですね、はい、ちょっと聴いてみましょうか。じゃあちょっとね、はい、ライブ版です今日は、はい、君の名前声が枯れるまで落ち込んでやる気ももう底ついて頑張らない時も君を思い出すよ一万回ダメで格好を振っても一万一回目は何か変わる
わるかもしれない。前を向いてしがみついて寝くじけて、何度でも何度でも何度でも立ち上がり呼ぶよ君の名前、声が枯れるまで。悔しくて苦しくて頑張って、君の歌を思い出すよ。いいでしょ。まあずっと聞いていたいですからね。そうだけいかないので。ちょっと時間がないので。ラッチャンさん、すいません。はい、北海道、そう、ドリカムさんの、ね、す出身地ですね。ありがとうございます。初メール。お前が歌うんかいって今度ありましたね。地蔵さん、今日はもうたくさんメッセージくれて私は嬉しい。ありがとうございます。はい、くにちゃん、これ放送が始まる前に、はい、メッセージいただいてありがとうございます。お二人さん、本日も、本日もこんばんは。こんばんは。世界は にわかに賑やかになってきましたね。グアム手前に落とすんですが、そんな高度な技術はいつから備わったんですか。そんな危ないことはやめてください。日本に落ちたらどうしてくれるんですか。多分でも落ちるかもしれないです ね。ちょっと、ね、日本に落ちるという予言も前から言ってますけどあるので、つぶやきでしたということで、くにちゃん、男性、はい、男マークですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、もう40分過ぎましたね、うん、ちょっとあっという間になんか今日はどんどん時間が過ぎてますけど、はい、では8月の9日の水曜日のね、はい、第1面、はい、まあ、そんな中オスプレイ配備撤回要求を流し、うん、江崎沖縄、うん、はい、北海道担当大臣、新しいね、はい、大臣に撤回要求してますよ、オスプレイ配備を、はい、うん、なぜ日本に言うか、ね、あと県民大会で墜落抗議へ、うん、やっぱり墜落になってます ね、あれ何日にあるんですか。12日、はい、明日、明後日、12日に、今日10日だから明後日か、うん、12日に県民大会が開かれるそうです。そうですか。大山公園で、オール沖縄、まあ、ほとんどの県民忙しいですからね、仕事でね。そうなんですよね。だから、海外から来た、海外じゃない、海外もいるから、県外からいらっしゃった人たちは、県外から来た県民もどきというか、結構ね、はい、旗持ってるんで分かるんですよ、大体ね、偽県民がいっぱいありますから、うん、そっちの方が多いでしょうね、はい、まあ、そしてですね、はい、いきますよ、次、はい、6名、はい、8月9日6名、はい、アメリカ海兵隊員の3人の死亡確認ですね、うん、亡くなったんですか、はい、オスプレイ事故で、はい、着艦訓練中に起きた、はい、ね、これちゃんと書いてますよ、はい、オーストラリアで着艦訓練中に起きた、はい、米軍新型輸送機オスプレイの墜落事故で、うん、はい、き米海兵隊は8日、はい、海兵隊員3人の死亡が確認されたと発表した、はいはい、死亡したのは26歳、21歳、19歳の海兵隊員、うん、はい、うん、彼らは私たちの心の中で永遠に生き続けると哀悼のコメントをさせたということで、これね、全然触れないんですよね、この人たちのことについてはね、本当にね、あの訓練中の殉職というんですかね、まあそうですよね、家族がいるし、多分奥さん子供もいるかもしれないしね、お仕事ですのでこういうこともね、あのありえますけれども、本当にそういう中でね、あの使命というか全うなさっている方に対して本当に心から、これはアメリカもそうだし、日本の、ね、はい、自衛隊から含めて全てもそうですけど、うん、さて、はい、そして今日の、ね、はい、新聞見てください。今日の新聞の第2面すごいですよ。2面、はい、中国報道ウォッチ、はい、報道ウォッチ、この2面全部中国のこと。ああ、そうなんですか、はい、まあ、民進党の前原さん、はい、ちょろっと言ってますけれども、はい、領海侵犯今後も継続、はい、ね、審判を継続するって、これはあの、まあ、なんていうか、向こうに常識が通じないけど、日本が現状変更と主張してます。もうすごいですよね、中国はやっぱりね、あの国力によって国境が変わるという国ですから、うん、そうですね、で、まあ、四川の、はい、これもさっきね、平井さんがおっしゃった四川大地震で19人死亡って書いてますけれども、19人、大体中国ってそれぐらいなんですよね、発表は、うんうん、なぜか実際多いでしょう、ね、最初19人、はいはい、多分ね、その責任者の方が何以上だと多分更迭されたか、はい、そんなのがあって、はい、
19人死亡。だって、列車事故で列車を見てる前で埋める国ですからね、はい、生存者がいるのに穴を掘って埋めたって、ね、あれ全部全、まあ、全世界中継泣き物にしたわけでしょ。それを普通やる国ですから、ね、だからそれがちゃんと画像でテレビで放送されてても平気ですからね。そうですよ。だから、まあ、そういう国だということをちゃんと認識した上でお付き合いしないといけないといけないですよね。そしてこの、はい、写真見てください、はい、河野さん、ね、はい、外務大臣と大木さんの写真見てます、はいはい、今国営テレビ。これって結局こういう写、こういうところを写真として出してるわけ。そう、河野外務大臣がなんてひるひるしてるっていうの、まあうね、お辞儀を深くして大木さんが、大木外務大臣が、はいはい、まあまあまあ、うん、よう来たなみたいな感じの印象操作ですね、これね、はい、この大木さんっていう方は日本語ペラペラなんですよ、確かね。あ、そうなんですか。すごいですよ、うん、日本語、うん、でこの人が、うん、結局ですね、はい、お父様、はい、河野洋平さんは、はい、結局ね、うん、中国とも韓国ともうまくいってなったので、まあね、あなたもそうでしょ、はい、と、うん、あなたの、うん、親父は父親は、うん、良識がある誠実、うん、誠実な政治家であり、はい、中国と日本の友好に、心と知って方、はい、心血を注いだと、はいはい、あなたも父親の正しい理念を受け継ぐべきだと、はいはい、河野氏を説論、うん、説諭、説諭、何、説諭って何ですか、はい、これ諭した、説諭だから、こう上から目線で教え導、うん、教え諭した。へえ、うん、そうなんですか、うん、まあ、ね、この人たちのね、態度っていうのはもう今で始まったことじゃないし、うん、特にこの河野さんのお父さんはちょっとね大変な方ですから、だから安倍政権はね、はい、なかなかしたたかで、だからこういう人を出し入れてるんですよ、わざとね、はい、わざと、敵はやっぱり身内ですよね、はいはいはい、二階さんもね、うん、めちゃめちゃ慎重じゃないですか、はい、そうです、そうです、その人をこう中枢に入れて、で河野さんを外務大臣にして、慰安婦問題はこれが出てくると思うんですけれども、うん、はい、自分のお父さんがやったことを、うん、そうですね、これは間違いでしたと、はいはいはい、今韓国で拘束されてる、うん、奥さん、うん、何でしたっけ、自分慰安婦が、はい、これは奥さんという名前ですね、熱望でしたという、はい、ね、はい、吉田さんの息子さんが、そうですね、はい、沖縄に住んでる奥さんのね、はい、奥さんっていう、奥さんという名前の方ですね、名字、はい、に慰安婦像の、うん、はい、こう何ですか、ね、修正をお願いして、はい、韓国 で、ね、はい、まあ、拘束されてるんですか、うん、なんか拘束されてますね、まだ出れないみたいな、釈放されたという話は聞いてませんから、うん、で、はい、奥さんにしてみれば、はい、もっともっとマスコミが騒いでいただいて、はい、韓国の人が、はい、実はなかったんだよと、こういうのはね、従軍慰安婦の問題はなかったんだよというふうに、はい、こう問題提起したいんですが、うん、結構ね無視してるんですよ、うん、マスコミが、この問題が大きくなると、まあ、まずいので、それはそうでしょう、ね、だって河野談話ですか、はい、あれをやっぱりか覆すっていうのはいろんな形、それは嘘ですけどね、全くの事実を無根なんですけど、はい、だから今言ってるのはあれですよ、うん、吉田さんのね、はい、そうですけど、そう、河野さんの、そうそう、うん、お父様の談話もね、うん、やっぱりこれ覆さないといけないんです、はい、なかなか吉田さんのあれも嘘です、はい、だからもうそこは事実じゃないことを書いてるので、うん、ブルガリさん、昨日待たせたら来たんですよ、俺降臨ちょっと遅かったですよ、もうちょっと早く、ね、もうそろそろ、はい、そうそう、あれ終わりますよ、もうあと2分ほどで終わりますから ね、 ね、ありがとうございます、はいはい、さあそして、はい、これはちょっとねやっぱり欠かせませんよ、はい、第、まあ、一応4面見ましょう、4面でね本の紹介があるんですよ、はい、本の紹介がありまして、はい、中国が反論できない真実の尖閣史、うん、これはね尖閣の史ですよ、尖閣史というのね、尖閣の、歴史ね、お、関栄さん、久々、関栄さんと石井望さん、はい、石井望先生は、はいはい、八重山日報にいつもこう書いて、ね、うん、くださる歴史の先生ですよ ね、 はい、で石井先生が、はい、石井先生の資料をもとに中国の嘘や捏造を徹底的に論破していると、石井さんの業績についてね、はい、意義が非常に大きいのは歴史的に尖閣が日本の領土であることを証明したのはもちろんのこと、はい、尖閣が中国の領土であったこと、あった事実が歴史上一度もないことを明らかにしたと、はい、ね、はい、で石井さんは、うん、石井先生は後で、うん、後書きで、はい、尖閣を防衛するためには、はい、国際法だけでも、うん、軍事力だけでも足りない、はい、日本および世界の世論が、はい、圧倒的に支持しなければ日本の首相は自衛隊常駐などの決断に踏み切れないだろう、はい、と訴えたということなんですよ、はい、
でこの本にねもう真実が書いてありますので、うん、一つねよろしくお願いいたします。これでもね、まあ、昔から言われてることでもあるしね。そうですね。 あと最近ロバート・エルドリッチ博士が、はい、あのファクトというね、うん、有名な一つ、はいはい、の、ありましたね、情報番組の中でインタビューに答えて、うん、あれまだ見てないんだもん、それ。あ、見てください、ね、うん、分かりました、はい、日本やっぱり日本がそういう姿勢を持たないとダメだ。そうなんですよね。あの名前だけ、あの言葉だけダメですよ、はい、偽善とかね、はい、そういうダメですよ、本当だね、遺憾とかね、はい、もうやめてほしいですね。で、ごめん、すごいですよ、これごめんにね、はい、ごめんね、ごめん、はい、5ページですよ、はいはい、オピニオンがありまして、はい、敵基地攻撃能力、うん、はい、導入の決断をためらうな、はい、とかね、大きい外相の比例、うん、はい、大きい外相が無礼であるということを書いてあります、うん、そうです、無礼でしょうね、はい、ね、はいはい、毅然とした対中外交を貫けと、はい、産経新聞の素晴らしい、ね、記事が載ってますけれども、ね、さあ、はい、6面にまた素晴らしいことが載ってますよ。6面、はい、6面はね、はい、米軍艦載機第一陣が岩国到着、はい、厚木から艦載機が岩国に移住したんですよね、はい、それと、はい、米海兵隊トップがオスプレイ登場、お、すごいですね、オスプレイ飛行は安全、アピールで、はい、在沖米軍トップの方が、はい、ニコルソンね、ニコルソンさんが、うん、はいはい、あの安全ですよと言ってますけれども、はいはい、沖縄のマスコミは信じてくれません、まあね、沖縄のマスコミは信じないんじゃなくてそういうスタンスです。あ、なるほど、はいはい、で、欠かせないのが陸上自衛隊、はい、活動実績、はい、ね、8月の実績が8月今、はい、とかですけれども、お不発弾処理がなんと20件、はいはい、1日2件やってます ね、 すごいね、天下の中ありがとうございます。緊急患者給油、はい、給油でね、空油が3人でございます、はい、3人 ね、 ね、で、はい、南城市で、はい、昨日不発弾、はい、一発の不発弾を所有したということで、ね、本当に大変でありがとうございます、自衛隊の第15旅団、ね、ありがとうございます、はい、陸上自衛隊の方々、そうですね、非常に暑い中ね、はい、高松リーさんはすみません、ね、遅かったって言って、ね、来てくださっただけで、あと70年かかりますので、はい、不発弾処理はね、よろしくお願いします。もう私ら生きてないと思いますけど、はい、はいはい、ということで時間ですか、ですとりあえずコマーシャル、はい、CM ね、はい、お願いします。来週のああ、マルソンさん、さて、今日もね、はい、エンディングになりましたけれども、あっという間に終わりました。これ BBC のね、はい、ニュース今日ご紹介したかったんですけど、うん、あのイギリスのね、うん、BBC のニュースは、はい、あのなんていうんですか、あれはないと、あの朝鮮有事はないですよと、アメリカは戦争しないと、戦争したい人は誰もいない、はい、うん、否定的にイギリスさんは言っておりますね、はいはいはい、イギリスまで ICBM 届かないから ね、 ね、だから他人のあれなんですかね、うん、でしょう、うん、そして大事なお知らせがありますけど、はい、未来さんのかつてからの、はい、ラブコールがついに実りまして、しました、来週なんと、はい、八重山日報編集長、はい、中荒城誠さん、もう超嬉しいですね、超を使いますけど、石垣からですね、はい、ちょっとあの、うん、ある筋、はい、あとある筋でした、危ないです、あの、はい、いたしまして、はいはい、そしたらちょうど来週の木曜日は沖縄、ね、本島にいらしていると、すごいですよね、はい、いうことで、はいはい、ぜひうちの番組お願いしますと、はいはい、2つ返事で OK が出まして、ね、来週は中荒城編集長がなんと直々にここで FM 沖縄にいらっしゃいますので、はい、皆さんご期待してください、はい、なんかあの質問がございましたら ね、 ね、なんかお聞きになりたいことあったらありましたらぜひメールなりツイキャスなり、この番組始まる前に最初のハリサンボーさんみたいな、ね、すごいですよ、あの方は待機しててくださいね、もうね、正論、はい、月刊正論大体もう毎月っていうぐらい出してますし、はい、すごいですね、やっぱりね、素晴らしいです、本当に、うん、本当にもう、はい、
あの意識がねすごいですよね。何かの縁というか本当に、はい、この番組はいつの間にか八重山日報のあれになっちゃそうなった八重山日報になったというかね、最初はそうじゃなかったんですけど、そしてね、やっぱりこれはね、今このツイキャスの方は、はいはい、あの画像は見えると思うんですが、はい、ストリーム方も、はい、この自衛隊の、はい、はい、チラシがはいですよね、そうですね、その自衛隊のこの募集のチラシ、はい、広告は八重山日報沖縄本島版、毎週金曜日に、ね、そうですね、折り込みで入っておりますので、はい、はい、時間ないです。ハリさんもありがとうございました。タイミング合いませんけどね、できれば来てください ね、 ね、はい、はい、来週はビッグなゲストが、六角堂さんありがとう、ランちゃんさんありがとうございました。本当にあれ、今日もバタバタで、ね、うん、バタバタですいませんね。すいません、まあ、いつもながらね、バタバタでね、はい、今日ハリセンボンさんすごいね、こうやって見ると。なんでなんで、いや、すごいこうメッセージと数が、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ来てくださいね。来週もあるかな、はい、この来週は絶対あるよね、はい、来週はやらなきゃいけないですよ、はい、もう時間ですね、ありがとうございました、はい、ということでまた来週見にかかりましょう。はい、さよなら、はいはい。いいじゃないですか。USB 持ってる、持ってる。いやー、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。